これはシュート、見事なボレー、赤嶺のゴール、見事にボレーシュートで決めました赤嶺慎吾。ついにフォワードがゴールを奪いました。アジアの岡山が一つ流れでゴールを奪いました。よく高木も2点触ってますが、これこう難しいシュートですよね、ボールは。